マルコ・デビッチは、ユーゴスラビア・ベオグラード出身の元ウクライナ代表サッカー選手。現役時代のポジションはFW。ベオグラードで生まれ、現セルビアの複数のクラブでキャリアを積んだ。2005年、ウクライナの FC ボリン・ルーツィクに移籍した。翌年、FC メタリスト・ハルキウに移籍した。2007から2008シーズンには27試合で19ゴールを決め、得点王に輝いた。2012年夏、FC シャフタール・ドネツクへ移籍したが、2013年2月でメタリストに復帰した。2014年2月27日、ロシアプレミアリーグの FC ルビン・カザンに移籍した。2015年、カタール2部のアルラーヤに SC にレンタル移籍した。18試合出場で11得点の成績を残し、カタールスターズリーグ昇格に貢献した。2017年1月17日、FC ロストフへ1年半の契約で移籍したが、6ヶ月で退団した。2017年8月7日、リヒテンシュタインの FC、ファドゥーツへ移籍した。ウクライナ代表として2008年11月19日、デビューを果たした。2011年2月9日、スウェーデン代表戦で初ゴールを記録した。2013年10月15日のワールドカップ予選、サンマリノ戦でハットトリックを達成した。デビッチがメタリストに復帰。UEFA.com、http://jp/uefa.com、UEFA チャンピオンスリーグ、ニュース。ニューザド=1925542 HTML ハットファイ J 2016年6月26日閲覧ありがとうございます。